はいどうもこんにちは、 J リーグにわかサポーターの良平です。今回は J2 戦力分析、ファジアーノ岡山&ブラウブリッツ秋田編。はい、ということで2024シーズン開幕前に J2 各クラブを戦力分析、今回はオフの主役となった岡山と確固たるスタイルをベースに上位進出を狙う秋田について分析していきたいと思います。開幕までになるべく多くの J2 クラブの戦力分析を紹介できたらなと思っております。よろしくお願いします。はじめに戦力分析の評価基準についてお話をしておきます。今回戦力分析するにあたって各クラブの戦力を S から E ランクでランク付けさせていただきました。戦力を評価する上でまずスタメンクラスの選手の豪華さ、そして時点でベンチメンバー含めた層の厚さ、この2点を基準に戦力ランクをつけております。注意点としてはあくまで戦力のみの分析であり、クラブの戦術面や連携面などは加味していません。よってこの戦力分析は順位予想でももちろんありませんし、単純に各クラブの戦力のみを分析したものになりますので、そちらはご承知おきください。また各クラブ精一杯失礼のないように最新の注意を払って調査動画作成させてもらってますが、まあ、何分一人で何十クラブも調べているためご表記やミスがあるかもしれません。そちらはあらかじめご理解いただければと思います。前置きが長くなりましたが J2 戦力分析岡山&秋田編、早速やっていきましょう。まずはファジアーノ岡山、岡山の戦力評価は S ランクとさせていただきました。今オフ J2 で最も補強に成功したクラブと過去動画でお話しさせていただいた通り、オフに素晴らしい補強を敢行し大幅な戦力アップに成功したと思います。先に岡山を S ランクとした理由について述べておきます。各ポジションに実力者がずらりの豪華陣容、昇格経験者が多く勝者のメンタリティも、 S ランク以外考えられない戦力、はい、主にこの3点が挙げられます。ということで岡山の最新陣容を見ながら戦力を分析してみましょう。はい、凄まじい陣容となっていますね。カッコ書きで書いた選手がスタメンでも J2 上位に食い込めるほどの豪華な戦力だと思います。まず守備面に関してですが、ゴールキーパーブロダーセン選手だけでもすごいのに、 J2 屈指のゴールキーパー堀田選手も健在、ディフェンダーにも新潟から高見選手が加入したことで昨年の弱点だったセットプレーの高さの問題もケア、非常に的確な補強ができていましたね。中盤より前はさらにすごい陣容、山形から藤田選手、琉球から柳選手、いわきから矢渕選手、秋田から斉藤選手、 J1 でも特大のインパクトを残したシャビエル選手に新外国籍選手のグレイソン選手まで獲得、さらにさらに末吉選手や田部井選手も完全移籍に移行するなど、もうこれでもかというほど戦力を補強しました。誰が出ても活躍が計算できる選手、他クラブの主力級選手ばかりで、まあこの岡山を S ランクとせずしてどこを S ランクとするのかというくらい、もうね何度も言ってしまいますが本当にすごい陣容です。さらに良平がこれはいいなと思ったのが、昇格経験のある選手が多いということ。シャビエル選手、ブローダーセン選手、田上選手、藤田選手は J2 から J1 への昇格経験者ですよね。僕が知ってる限りでもこれだけの昇格経験者の選手がいますし、矢渕選手も J3 から J2 への昇格経験者ですよね。昇格するチームの雰囲気、どうするべきかを知っている選手がいるのはプレッシャーのかかる昇格争いでプラスに働くはず。 J1 で近年優勝争いの常連となっているマリノスが2019年のリーグ優勝時、J3 優勝経験者のパク・イルギュ選手を獲得したり、マルコス・ジュニオール選手やエリキ選手も確かブラジル国内で優勝を経験しているとかで、優勝経験者を意図的に獲得していたというのは聞いたことがあります。
岡山もこれだけ補強で昇格経験者を獲得しているのは偶然なのか意図的なのか定かではありませんが、僕としてはもうすごくいいんじゃないかなと思います。昨シーズンの主力をほとんど残留させた上にこの超大型補強を敢行、勝者のメンタリティもプラスされ、新シーズンの活躍が本当に楽しみな陣容となりました。岡山の戦力強化は S ランクとさせていただきました。続いてはブラウブリッツ秋田、秋田の戦力評価は C ランクとさせていただきました。 J2 昇格後確固たるスタイルのもと毎年しっかりと残留を果たしている秋田、先に秋田が C ランクと評価した理由を述べておきます。 J3 得点王の小松選手やディフェンダー八塚選手の加入で攻撃力アップに期待が持てる、とはいえ昨シーズンリーグワーストタイの得点力は今季も課題となるか、 J2 上位クラブと比較すると戦力は小粒な印象で C ランクが妥当か、はい、主にこの3点を理由として考えました。ということで秋田の最新陣容を見ながら戦力を分析してみましょう。はい、フォワードの斉藤選手やディフェンダー高田選手など主力の流出はありましたが、それでも昨シーズンの主力選手の多くが残留し、ベースを継続できそうなのは朗報ですね。昨シーズン多くの J2 クラブを苦しめた堅い守備は新シーズンも変わらず発揮してくれそうです。昨年 J2 優勝した町田にも勝ってますからね。秋田は他クラブからしたらまあいい意味で嫌なクラブとなっていると思います。さらに新加入選手としてフォワード小松選手やディフェンダー八塚選手が加入してくれたのは昨シーズンリーグワーストタイとなった得点数の向上へ期待の持てる新戦力の加入となりました。小松選手は昨シーズンの J3 得点王、180センチを超える高さ、安定したポストワークも備え決定力が抜群のストライカー、昨シーズンのクロス数がリーグ確か3位でしたかね。そういったデータがある秋田にヘディングでの得点の多い小松選手はいや合いそうですよね。さらにサイドバックの八塚選手は高精度のクロスと攻撃参加が持ち味の選手、 J1 でも活躍していた実力者であり両サイドこなせるのもまた頼もしいですね。八塚選手の高精度クロスから小松選手のヘディングでの得点という必殺のパターンが構築できそうで得点力改善に期待大です。はい、このようにポジティブな印象の多い補強となりましたが、まあ、とはいえさすがに J2 上位クラブと比較すると、まあ、戦力は見劣りしてしまうのは否めないですかね。小松選手も J2 ではまだ未知数の選手ですし、爆発して J2 得点王になれるポテンシャルももちろんあると思いますが、昨シーズン J3 得点王として J2 に乗り込んだいわきの有田選手が苦しんだように確実に得点不足を解消してくれるかというと、まあ難しい部分もあるのかなと思います。またこのチャンネルでは過去動画にて J1 経験もある徳島や甲府を B ランクとさせてもらっており、まあさすがにそういったクラブよりは戦力は若干落ちると思うので C ランク評価とさせていただきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まず岡山に関してはものすごい戦力を有していると思います。地方クラブとして J1 昇格に残された時間は多くないと過去にクラブの社長が話していたと思いますが、そういった背景もあって木山監督集大成の3年目となる今季本気で自動昇格を狙うというクラブの熱量の高さが伺える補強と陣容になったと思いますね。そして秋田に関してはJ2 上位クラブと比較するとさすがに戦力自体に関しては見劣りがしますが、秋田はスタイルがしっかり構築されているのは明確な強みですし、未知数とはいえ小松選手がフィットして一気に上位進出も十分あり得ると思います。新シーズンどんなドラマが待っているのか、いや今から本当に待ち遠しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも面白いと思っていただけましたら
いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。